皆さんこんばんは。京橋彩空芸術文化講座のお時間がやってまいりました。本日もご視聴ありがとうございます。本日もここ、東京京橋のミュージアムタワー京橋16階のカフェより、無観客、ライブ配信にてお送りいたします。緊急事態宣言下において、厳重な予防措置としまして、今回マスク着用のままで進行させていただきますことをご了承ください。はい。早速ですが今日のテーマあります。次お願いします。はい。アートと社会をつなぐことのデザインとはということで、人とアート作品がつながる創造行為である鑑賞をデザインする、鑑賞教育に長年携わりまして、現在武蔵野美術大学で教鞭を取られていらっしゃいます 杉浦幸子さん、をお迎えいたしました。年齢や国籍、障害などの違いを超えて、多様な、性を育む人たちが、豊かに学び生きるために芸術文化に関わるさまざまな、もの人場を、活用したことのデザイン、ことのデザインについて、さまざまな実例を交えながら、学んでいきたいと思います。ことといいますともプログラムであるとかプロジェクトであるとか、ワークショップ組織、いろいろなものがあると思います。はい。次お願いします。簡単にお二人、今日モデレーターの増村さんも含めたお二人ご紹介させていただきます。杉浦幸子さん、武蔵野美術大学芸術文化学科、教授でございます。専門分野は美術館教育学、鑑賞教育学、美術館におけるコミュニケーション、ミセオロジー、ソーシャルデザイン、アートプロデュース、マネージメント、プロジェクトデザイン、マネージメント、リレーションデザインなど多岐にわたります。2002年から4年まで森美術館のパブリック、プログラムのキュレーター、あとは東京都渋谷、公園通りギャラリー外部評価委員を歴任されております。続きまして増村武さん、これまた前回から2回目の登場でございます。大学卒業後、株式会社リクルート入社、マーケティング営業を経て映画音楽の制作及び出版事業を経験されております。リクルート退社後は音楽配信事業に携わった後に、テレビ局や出版社とのコンテンツ事業の共同開発に従事されていました。で2015年にですね、アートと人々の間の垣根を越えるべく誰もが驚異的に、短時間で絵が描けるというそのアート&ロジック、この会社を設立されまして現在に至ります。著作はビジネスの限界はアートで超えろ、あとは東京芸大美術学部究極の思考というものがございます。はい。簡単ではございますが紹介とさせていただきまして、この後はモデレーターの増村さんにバトンタッチしたいと思います。はい。増村さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。木本さんご紹介ありがとうございました。本日はですね、武蔵野美術大学の、杉浦先生を迎えてですね、アートと社会をつなぐことのデザインとはと、ということをお話をいただきます。結構ですねコンテンツがいっぱいありまして、動画コンテンツあり、あとミニワークショップも本日はされますので、皆さん期待をしてください。それでは杉浦先生よろしくお願いします。今日のタイムスケジュールはこういう形ですね。はい。一応もうこの後はお二人にお任せしまして、最終、40分から45分ぐらいの間で、質疑応答の時間とさせていただきますので、皆さん YouTube チャット欄でご自由にご意見質問等いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。じゃあ始めさせていただきます。はい。武蔵野美術大学芸術文化学科の杉浦幸子と申します。アートと社会をつなぐことのデザインとはということで今日お話をさせていただきますのでよろしくお願いします。ちょっと目次を今日は作ってみました。0から始まって5まであります。アートと社会をつなぐことのデザインの背景ってことで、なんでなのかみたいなところ、あとここに自己紹介もちょっと含ませていただいています。そしてアートと社会をつなぐことのデザイン、そしてその中でも鑑賞ワークショップのデザインにちょっと今日は迫っていきつつ、その後プロジェクトでちょっとアートの障壁を超えていくってことをお話しします。最後にデザイナーとしてのビジョンとミッション、そしてこの京橋彩空の芸術文化講座のテーマでもあると思うんですけれども、
生活の中にアートを入れるということ、そこにまあお話を着地させたいなというふうに思っています。よろしくお願いします。アートと社会をつなぐことのデザインの背景ということで、今私の方でお話ししたその芸術文化学科っていうところ、この学科自体その社会とアートをつなぐ人材を育成するということで、20年ちょっと前から生まれた学校なんですけれども、先ほども紹介いただいたように、プロジェクトデザインやマネジメント、美術館教育学、鑑賞教育学、展示学や博物館学を、そこでは教えているということになります。でかなり実践的に活動している、そこで得た知見を、学生たちに伝えるというようなこともしております。そしてもう一つ、個人の名刺を持っているんですけれども、その個人の名刺の方に載せているタイトル、肩書きがこちらになります。これは毎回実は名刺を作るたびに肩書きをちょっと考えていて、自分で何かになるっていうことをいつも考えているので、肩書きがそれを表すかなと思っていまして、今の名刺は社会設計家かっこ芸術文化領域っていう形の肩書きにしております。英語で言うとソーシャルデザイナーになります。で社会をより良くするようなこと、実はこの中に物も含むんですけれども、設計し実施し評価し更新する、よくマネジメントで PDCA サイクルと言いますが、これをずっと回しています。で自分としては特に芸術文化アートの資源、これは社会の資源なので社会資源と書いております。これを活用してます。で、それがいわゆる肩書きなんですけど、自分の自己紹介してちょっと個人的な背景をお話しさせてください。私実は増村さんと同じ生まれ、はい、そうですね、66年、はい、日の絵馬なんですよね、うん、生まれた人間がちょっと少ないと言われる日の絵馬、実は同じ年齢なんですけれども、はい、その66年に生まれまして、あちこち結構転々としながら育ってきました。で自分の、生まれた時から、大体1990年というと大学を、出るまでなんですけれども、そこを思った時に最初期自分のイメージに残っているのって遊びなんですね。なんかいつも遊んでたなっていう、で遊んでる中からいつもなぜなんでっていうことを言ってたりとか、自分の中で結構なんか悶々と回していくような感じの生活をしてました。すごく興味があったのが自然物です。今でも結構セミの抜け殻とか集めてるんですけれども、セミの抜け殻もそうですし、植物ですとか、なんかあれですよね、昔ってこういう自然のもので遊びませんでしたか、増村さん。そうですね、私もセミの抜け殻コレクションをしてましたが。本当ですか、はい、ちょっと今、今もって杉浦さんが SNS に毎日アップしてるのすごいなと思いました。そうなんですよ、今大学で抜け殻を集めてるんで、そういうところからちょっと世界を見たいなって思ったり、あと図鑑がとても好きでした。あと積み木も好きで、毎回その積み木を崩しては新しい積み木を作るみたいなことをしてました。でそういう中で徐々にそのアートっていうものを意識するようになるんですけれども、そこで実はその相反する思いが自分の中にありました。それは苦手と憧れなんですね。これはもしかしたら増村さんもちょっと分かってくださるかなって思うんですけども、この間もちらっとお話しして、アートが近いようでちょっと離れた時期なんかがあったみたいなことをお話ししたかと思うんですけど、私も実はちょっとそういうことがあって、ざっくり話すと、写生大会で水彩画を描くっていうことがあったんですけど、はい、すごくうまくいかなくって、そこからすごいアート苦手だなって思うようになりました。そこで実はもう一個あったなって思うのが比較です、なんか人と自分をアートを通して比べてしまって、そこで自分が劣等感を持つっていうことが実はあった、それ今でも覚えていて、まだ8、9歳のことなので、今55なので、もう45年くらい前のことなんですけども、全然忘れていないぐらい強く残っていて、それが苦手意識につながっているんですが、反対に苦手だから憧れるってところがありまして、特にそのアートを生み出す人、あと生み出されたものに憧れを感じました。特に技術なんですね。やっぱり自分ができなかったっていう思いがあったので、技術力が高い人ってということにとても憧れたのと、技術が見えているもの、それが形に残っているその強さ、
にとても惹かれているってところがありました。でその両方の思いがあってその大学で美術史を専攻しました。でその時にアートっていうのは今度鑑賞したり調べる対象になりました。でその時もですねさっき言ったその技術とか形のあるものの強さっていうのはあったんですけどもう一個新しいキーワードが出てきましてそれがアノニマスっていう無名性っていうところにすごく惹かれるようになりました。もちろんその作る人の凄さってあるんですけどそこで名前を残したいとかそういうことではなくって本当に形になったアートだけを残していくいった人たちそこへのなんか憧れっていうのが新たに出てきまして、まあ、一つ仏像にとても興味を持って大分の磨崖仏とかあとこのゼミで韓国に行きまして慶州っていうところの磨崖仏を見たりとかどちらかそっちの方に流れていったんですが卒業研究では現代アートに寄っていったんですね。堂本久雄さんっていうアンフォルメルっていう、まあ、芸術運動からを受けて日本に戻ってこられてでそこから自分の独自 の, その 画風っていうんでしょうかスタイルを築き上げていったっていう方で、まあ、そこを見たいなと思ったんですがこの時にとっても自分が関心があったのがその同時代を生きているアーティストっていうところにバーンとこう振り戻ったっていうんでしょうかその歴史の中にいる無名の人から今名前を持って生きて作品を作っている方コンテンポラリーっていうところにぐんと飛んできてでこの卒業論文は本当に学部の卒業論文なので拙いものだったんですがこの時にそのアーティストを取り巻く社会を意識しました。でその社会とアートの関係ここに踏み込めなかったっていうのが実はありましてちょっとじくじたる思いを持って一旦これがまあ終わったんですね。そして社会的個人的背景の方で社会に出ました。でこの時に組織に属したんですけどこれが日本長兄馬会ってところで、まあ、経理部と秘書室でここで全くアートの接点をなくしたっていうところが結構大きかったです。なくしたところから自分の人生を今一度見つめ直すっていうところに来たんですけれどもそこでアートと社会を関連づけて学ぼうという思いが出てきました。でそこからもう一回自分の人生をデザインするこれよくリーデザインって言ったりしますけれどもその時にそのアートと社会を関係づけるところで見えてきたのが教育というキーワードでこの時にちょっとそのいろいろ調べていって結局その狭めていって決めたのがこのイギリスのウェールズという場所にありました大学ウェールズ大学の大学院の教育学部に1年間行ったんです。ここで実は美術館教育というその自分の専門にしているものに出会いました。でそこで実はさっきお話しした社会とアートの関係を意識するっていうところここからアートが鑑賞できるだけじゃなくて活用できるという気づきにつながっていったっていうところがありました。これがその気づきを得た場所なんですね。ウェールズの国立博物館です。ちょうどこれは2年前にだったと思うんですけれども日本のデザインを紹介する絆展という展覧会を、まあ、していた時です。でこの、まあ、博物館なんですけども、まあ、美術部門を持ってましてそこで実はとても有名な作品を持っていたんですね、まあ、この作品なんです。ここに写っているのがそうなんですけれどもこれは博物館の方からいただいた写真をお見せしているんですけれどもモネという作家の作品です。でこれはルーアン大聖堂という作品連作のうちの1点なんですがここでこの黄色い服を着た女性の人のような方が私が1994年に行った時にもいらっしゃったんです。別の方ですけど、そしてこのように子どもたちを前にしてお話をしながら子どもたちがここでも手を挙げているんですけれども手を挙げていました。いました。でこの状況が何なのか分からなくて、この黄色い服を着た方に、まあ、その当時のですけど聞いたんです。何をなさってるんですか、そうしたらばその方がギャラリーエデュケーションっておっしゃったんですね。で初めて出会った言葉でした。
ギャラリーっていうのは、まあ、日本でいうと、まあ、コマーシャルっていうんですか、うん、作品を売り買いするようなことも行う場所だったりしますけれども、イギリスでは美術館っていう意味がありまして、うん、エデュケーションっていうのは教育だったんです。私はその教育が学校で行われると思っていたので、うん、美術館で教育って何って思いました。でもう一個思ったのは、教育っていうのが楽しいと思ったことが実はなかったので、ここで行われていることが楽しそうだったんですね。多分増村さんもこういうシーン結構海外とかでご覧になったこととかあるかなと思うんですけど、はいね、はい、ちょっと楽しそうな雰囲気ありますよね、うん、そうですね、はい、結構なんか遊園地みたいな雰囲気、ね、そうワクワクして新しいものに出会っていくみたいな、うん、でギャラリーエデュケーションっていう言葉をいただいて、それで図書館に行って検索をかけたんです、うん、でこれがその時見つかった本なんですね、うん、これなんですけど、結構もうボロボロなんですけど、これが実は私の先生になりました。でこのようないわゆる美術館教育の現場を毎日見に行かせてもらって、うん、観察を続けたんです、ね、本と観察から学びました。なので私のことのデザインは今独学大全とかそういう本も出てますけども、うん、本当に独学から生まれたものでして、かなり自己流だなというふうには思っておりますが、でも常に相手があるもので、うん、作品と人が、なので自己流なんですが勝手ではないなっていうふうに思ってます。で、まあ、さっき、まあ、自分がその教育っていうことをテーマにするっていうことで、まあ、学校も意識するようになりました。これはその時ちょっと この間松村さんのご本も読ませていただいたんですけれども、ここでやっぱり手が動くっていうことの素晴らしさと、そこからことのデザインにつなげている美大の出身の方のことを読んですごい参考になったんですけれども、ちょっとこの私の絵は棒人間なので、ちょっと増村さんとかから見ると稚拙だなっていうふうに思われるかなって思うんですけども、そんなことないです。これちょっと近くにいるとこんな感じなんですね。でこうクラスルームから出ていくっていうような図を自分で描いたんですけれども、この出ていく先っていうところにあるんですね、ギャラリー、ミュージアム、こういったところが学校にとって資源になるっていうふうに考えていて、うんうん、ここにその棒人間みたいに書いてる人ってのはこれつなぎ手なんです、うん、例えばエデュケーターってのはさっきの黄色い服を着たような人たち、またここにペアレンツってあるんですけど、これ親御さんなんですね。それとプロフェッショナルアーティストってあって、これはプロのアーティストとか、あとここにプライベートカンパニーなんて、まあ、今回のちょっと京橋細工にもつながるものがあると思うんですけれども、こういった方たちが実はつなぎ手になっているってことを、うん、まあ、これ1994年に書いたんですけれども、うん、その頃からもう意識をしていました、うん、でその後これ2001年ぐらいだと思うんですけども、これ、まあ、イギリスのテートブリテンっていうところなんですが、こういう美術館に行っても中に入るとこうやって床に寝て、まあ、作品を見ているじゃなだけじゃなくって、美術館の空間自体を全身で感じている、五感で、うん、まあ、空間、美術館の作品を鑑賞している。そしてこの2人の女性が全く気にせずスタスタと歩いているっていう社会なんです、ね、これが鑑賞者とアートと空間、そして社会の関係なんだなってことを改めて感じました、まあ、そうしたところから、まあ、現在に至るまでアートは活用できる社会資源、そして活用して初めて生じる意味があるなってこと、で自分は物が生み出せないですけれども、うん、人とアートの環境を作ることは生み出せるのではないか、うん、でやっぱりやってみたいっていう欲望をすごく強く感じてデザイナーになりましたっていうところなんです。で最初は美術館を意識していたのと、さっきのそのウェールズの美術館で会った方がギャラリーエデュケーターだってことだったので、まあ、それの憧れもあってギャラリーエデュケーターっていう肩書きをつけてたんですけれども、ここから社会を意識するようになって、先ほど申し上げた社会設計家という肩書きになりました。で個人的な背景をお話ししたんですけれども、
あと少しだけお時間をいただいて、社会のことも考えておきたいと思います。社会っていうのはソサイエティっていう英語の訳語なんですよね。これ1875年に誕生したというか訳されて、日本に社会って言葉が生まれた、そこから2021年に来るんですけれども、辞書を見ると人間の共同生活の総称とか、広く人間の集団としての営みや組織的な営み、また複数の人々が持続的に一つの共同空間に集まっている、彼らの間の結びつきで、私がこの下線部を引いているところ、人々自身っていうのも社会だといったところ、ここにすごく引きつけられるものを、今日実は準備しながら感じていました。こういった社会と、アートをつなぐっていうことなんですけれども、もう一つそのモチベーションになっているのが社会的背景なんです。でこれ細かく見ていくと時間を取ってしまうんですけれども、大きく3つの変化を感じていまして、多分これは私が55歳、増村さんもそうなんですけど、今これを聞いている方にはもっと若い人もいるかもしれないので、ちょっと違うなと思うかもしれないんですが、ただ現代は共有しているので共感してもらえるかもしれないとも思うんですが、やっぱり価値観が大きく変化したなと思ってます。でなんで1945ってしているかと言いますと、第二次世界大戦が終わって、日本が敗戦を迎えた年からやはり意識を持っているってところなんですね。やっぱりその価値観が変化している、利潤とか効率、便利さ追求していくんですけれども、それが上り調子になった後でも破綻を迎える等々で、地球環境もとても今難しい状況になってきている。で多様性とか包括的とか多層性とか、よくカタカナ言葉でダイバーシティとかインクルーシブとかマルティレイヤードなんて言いますけど、これすごく重要なんですが、でも同時に難しさも生み出してるなって思います。そしてまさに今もなんですが、さまざまな天災、人災、疫病が生み出されている、それによってまた私たちの生活にも社会にも変化があるっていう、これもその日本だけじゃなくって、東西冷戦ですとか朝鮮戦争とか、第二次世界大戦が終わった後でもベトナム戦争、そして今でも世界各地で紛争が起こっています。そして日本に目をやると、やはり1995年の阪神・淡路大震災、2011年の東日本大震災、また2001年間ですけれども、同時多発テロがニューヨークで行アメリカで起きて、そして今新型コロナが感染、拡大しているような、こういったこと、そして情報とメディアを取り巻く状況、これもとても大きいなと思ってます。1995年にパソコン、インターネット出ますが、その後 SNS が出てきて、もう雪崩を打つようにですよね。もう Facebook、Twitter、LINE、Instagram、TikTok まで、ババババババッと来て、でそのベースとなるって言いますか、プラットフォームになるスマートフォンが普及していくと、本当に情報を簡単に入手できるようになってしまって、なんか世界が自分の手の中にあるみたいな気持ちに慣れてしまうような、そうしたところから分かりやすさってことがすごく重要だなとか、分かりやすかったらいいんじゃないかっていう、そこへの過剰な価値づけとか、自分が物理的に動かなくっても情報が来てしまったりとか、あと効率的に情報も手に入ってしまうとか、でもとはいえ実際の世界はもっともっと複雑で、表層的ではなくて多層的であるっていうこと、そうなった時に私はとか、もしくは私たちは自分が生きる世界を実感的に知覚できなくなってないのかっていうところがすごく不安に思っている。そこが実はアートと社会をつなぐことのデザイン の背景にあるっていうところで、ゼロとして話させていただきました。このアートと社会をつなぐことのデザイン、これが今日の主題になるんですけれども、これちょっとことっていうのを今回またお話しするのに辞書でまた調べてみました。形のつかみにくい現象とか出来事、行為、関係
まあ、こういったものをことという、そして具体的な形を持つ、例えばこういう本とかですよね、と違っていて抽象的であるということが、まあ、辞書に出てます。また東京大学の名誉教授の、まあ、広松先生は、事と物の対立っていうことが優れて日本的な存在概念だっておっしゃっていて、あの物があって関係が生まれるっていうような、まあ、物的世界観っていうのがあるんだけれども、実は関係があってこそ実体があるんじゃないか、それを事的世界観としてあの述べていらっしゃる。私はそこに非常に共感を感じました、まあ、そこで、まあ、杉浦のことのデザインとなっているんですけれども、これ以下しつこいのでデザインと言ったら杉浦のことのデザインと思っていただければと思うんですけれども、あのアートの物人場を活用します。そして先ほどのここにもありました関係、これがキーワードなんですけれども、この人物場の間に関係を構築する、そういうデザインをしています。そして種類としては4つ大きく分けてあるんですね。1つが、まあ、ここにこっちをちょっと見てもらって、こんな感じです、まあ、ことのデザインという枠があったらば、その中にアートプロジェクトというものがあります。そしてアートプロジェクトを構成するものとしてプログラム、そしてシステムや組織、そしてまたものなんかもあるんですね。でこれを、まあ、時に応じて行うんですけれども、このプログラムの中がさらに、まあ、いくつもあるんですが、まあ、例えばシンポジウムやレクチャーのような、まあ、今日もそうなんですけれども、お話を一方向的にあの提供するようなこともあるんですけれども、まあ、ここで後で行おうと思っているのがギャラリートーク、まあ、ギャラリーではないんですが作品を見ながらお話しするって意味でちょっとギャラリートークで、そしてそのトークだけではなくて、よりインタラクティブに相互で作用し合うってことでワークショップっていうもので、ここで今日はこのワークショップと、あ、ワークショップとプロジェクトにちょっと集中していきたいなって思ってます。で、まあ、さっきあの PDCA 回すんですなんて話もしたんですけども、それがここに書いてあるんですが、まあ、プランですね、企画するときには目的設定や対象者分析、資源リサーチをします。そして実施して Do で、必ず振り返って、まあ、自己評価他者評価をする、これが C ですね。そして Act、 改善して次の P につなげていくということを自分のことのデザインでは行っております。そして自分のデザインで対象にしたいと思っている方々がいます。それは一言で言うとアートが遠い人です。これは言い換えるとアートは自分には関係がないなって思っている人と思われている人の両方です。で具体的に自分の時間がやはり有限なので、優先順位をつけているんですけれども、その優先順位として今5点挙げてます。もちろんこれ以外の方ともお仕事はするんですけれども、まあ、優先するとしたら、それが後でプロジェクトのところでお話しする赤ちゃんとその保護者、まあ、妊婦さんも含むんですけども、そこ、そして未就学の人たち、これは学校に上がる前の人たちですね、合わせて乳幼児と言ったりします。また障害がある方々、この方たちは身体的な障害もありますし、内的な心的な障害もあると思うんですけれども、そういった何かしらの障害というか特性を持った方たちとご一緒にデザインをしていく、これインクルーシブってさっき出てきましたけれども、一緒に作るってこと。また学校に関係する方たちですね、児童、生徒、学生、教職員なんですけど、これはここに特に中学生って書いてるんですが、なぜかと言いますと、後でも出てくるんですが、環境の違いによってアートとの接点がどんどんなくなるような場合がある。そこで重要なのが義務教育だなと思っています。義務っていうのはこちらの義務で、受ける権利があるんですけど、どういった方たちでも受ける権利があるその小中学校、特に自分を見つめて将来を考える中学生、社会を意識する人たちにターゲットを絞りたいなと思ってます。
そして高齢者ですね。この高齢者の方たちっていうのはすごく意欲があるんですけれども、なかなか億劫になったりして出られなかったり、価値観の変化があって自分なんかダメじゃないかって思われることなんかも時々あったりして、そういう方たちです。で、さっきアートは関係ないと思っている、思われてるって言ったんですけど、これ言い換えるとこういった方たちには実は可能性がすごくあるんですよね。その可能性にアプローチしていきたいなっていうふうに考えてデザインをしてます。で、この時に特にちょっとこの2つのバリアっていうのを意識しています。一つは物理的身体的バリアです。これはちょっとうちが美術館から遠いとか、ちょっと動きづらいとか、ご一緒にお仕事する中で耳が聞こえにくい、聞こえない、目が見えない、見えにくい方もいらっしゃるんですけど、そういったバリア、これデザインで実はかなり解決できたりするんですね。ですがかなり実は難しい、解決しづらい方のバリアがこの心理的バリアなんです。環境の要因とアートの要因があるんですけれども、家庭と学校、さっきもあったんですが、例えば親御さんがアートが好きだったり身近にあればいいんですけど、なかった場合どんどんこう遠くなっていくんですよね、アートから。あと学校、さっき義務教育だからアートに出会えますって言ったんですが、実は現実的にはこれ授業時間減ってるのって増村さんも学校現場出られるからご存知ですよね。はい、そうですね。こうアートの時間がどんどん減らされているってことがあるのと、あとこのご本とかもちょっと見ると、指導者とか指導方法が結構重要だったりとかするっていうのありますよね。なので学校で美術の授業や図工の授業があればいいってことでもなくて、その現状としては結構いろいろな問題もあるってことがあって、そのあたりから心理的なバリアが生まれるってところがある。またアートが生み出すってこともありまして、例えばアート作品、後でまた見ていきますけれども、パッと分かる正解とか意味がない時もあるんですよね。そうすると不安になったりします。また私と同じような作ったり制作することがもう苦手っていう人もいると思うんですよ。またたまたま私は美術史を学んだんですけれども、そうではない学びをされてたりすると、たまたま美術についての知識がなかったり少ないってこともあります。全然悪いことではないんですけども、ただそれが心理的にバリアを作るっていうことになることがあるなというふうに感じています。そういったようなことを考えて、先ほどイギリスに行って戻ってきて、それは1996年なんですけれども、25年前になりますか、ことを起こしてみたんですね。最初のことのデザイン、それがこれでした。ペンギンクラブっていう、実はお教室なんです。ちょっと寄ってみようと思うんですけども、こういう教室でした。イギリスの美術館博物館にはいつもたくさんの子どもたちが集まっています。絵や彫刻、写真などを通して感受性、想像力を伸ばすだけでなく、語学や歴史などいろいろなことを広く学んでいるのです。ペンギンクラブは美術館教育をもとにして、子どもたちが自然楽しく英語を学べるってなってるんですよ。これが実はこの1996年の現状で、美術鑑賞を学べるとか美術を学べるって言っても、多分お母様やお父様は私にお子さんを預けてくれないんじゃないかって思ったんですね。とはいえ私は英語のプロフェッショナルな教員ではないんですが、自分がそのイギリスに行って、その英語というツールの魅力とか力を感じたっていうことで、もうかなりもう引きつけちゃって英語、もうやっちゃったっていうところがありました。でこれがやっちゃったデザインではあるんですけれども、もうこの時は結構もう背水の陣でやってまして、でこれを見て自分で思うのは、あ、結構来る方のこと考えてるなっていうところなんです。コースを2つ、時間を変えてみるとか、あとこう受講料とかもいくらぐらいだったら払えるのかなとか、そういったようなこともいろいろ考えて、ただ自分としてはこの時5歳から10歳ってことで未就学から
まあ、学校小学校に入ってお受験とかが始まるまでっていうところをターゲットにしてました。まあ、このペンギンクラブの子どもたちとは、まあ、いろんなところに行きました。で、彼らからすごく多く学びました。で、これはある作品を彼らが推しているところです。この子たちはこの時4歳だったんですけれども、まあ、そうそう、これって分かりますか、何を推しているか。これ何ですか、棒倒し。登ってるんですけど。登ってるんだ。これパブリックアートなので大丈夫かなと思うんですけども、うん、私がかつて勤務していた六本木ヒルズの、まあ、平場に置いてある、まあ、パブリックな作品なんです。うん、こういった作品を、まあ、彼らは鑑賞すると言っても目で見るだけではなくて、うん、もう全身でぶつかっていって、まあ、五感で情報を取る、そういったような鑑賞をしていました。そして、まあ、様々な対象者、手話を使ったり、まあ、こういった学校、まあ、これもパブリックアートですけども、まあ、こういうような、まあ、デザインをするようになっていったわけなんです。で、今いろいろなそのアートと人のつながりを作るっていうことで鑑賞プログラムをデザインしていくんですけれども、そのワークショップってさっきちょっと寄せてお話ししようといったことなんですが、このワークとショップを合体させた作業場工房っていうところから来ているんですけれども、他者と共同して何かことを行う、そこで学びを得る、そういったプログラムっていうふうに考えています。五感に情報を得ていく、まあ、見る、聞く、嗅ぐ、触る、食べるとかですね。そしてそこから発見し考え、そして話したり、これ聞くっていうのはリッスンではなくてアスクっていう尋ねる方ですけど、それに対して答えていく、そしてまあ作っていく、まあ、一人では行う場合も確かにあるんですけれども、私自身は一人で行うところにさらに他者を巻き込んでいくってことを考えております。で、大きく分けて今行っているのは3種類なんですけども、この何かを行うの何かが造形、まあ、これはアートのものを作るとか、あと鑑賞、アートのものを見るとか、五感で情報を受け取るとか、それを複合させるとかっていうところで3タイプ、大体自分ではまあ、バリエーションとしてデザインを持ってるんですけれども、今日はその鑑賞についてちょっと寄っていきたいと思います。で、これがさっきちょっとこれですね、お見せした本の中にあるんですけれども、まあ、ここの真ん中に物ってあるんです。で、物からいろいろな情報ですとか機能だとか何でできているかとか、まあ、そういった情報や機能が出てきているってことを図式化しているものなんですけれども、アート作品っていうのはじゃあどうなのか、ここにまあアート作品が入ったとして、そうすると3タイプの実は情報をアート作品は発信していると考えるようになりました。一つは調べて分かることです。で、これはやっぱり私たちアート作品見たときに分からないなと思うと、やっぱ調べて分かりたいなって思います。それで分かることです。これは言語化されている情報なんですね。誰が作ったかとか、いつ作ったかとか、制作の背景とか、誰が持ってるかとかなんですが、これは実はアート作品のこれこそがっていう情報ではなくって、これこそがっていう情報は実はこちらなんですね。五感で得られる情報です、まあ、一次情報とも言います。これ言語化されていないんですね。まあ、造形的な特徴ってよく私たち言うんですけれども、色とか形、大きさ、線とか面、あと素材ですね、絵の具とか指示体とか、まあ、木であるとか石であるとか金属とか、あと物としての特徴で大きさとか、あと額縁がついてるかなとか、こういったところっていうのは見たり触ったり、まあ、そういうような五感で取る、言葉にならない情報です。そしてもう一個あるんです。これも厄介なんですけど、調べてもわからないし五感でも得られないっていう、わかんないっていう状況ですね。これ想像情報って勝手に名付けてるんですけど、
もう想像するしかないっていう感じ。なぜ？わからない、聞いてもわからない、調べてもわからない、見てもわからない。これ実は多分増村さんもアーティストさんと話してる時に、いや俺もわかんないよとか、うん、私もわかんないよって聞くことあるかなと思うんですけど、はい、アーティストさんにもわからないことってありますよね。ありますよね。結構彼らと話してるとよく聞くのが、なんでだろうって言うんですよね。と結構問いかけて自分に問いかけて、それでもすごく重要ですよね。なんでなのかなって思いながら作っていくみたいな、うんうん、でそういうことをバラバラちょっと話してたんですけれども、せっかくその造形的特徴とか素材なんとかって言ってるんで、ちょっと短い鑑賞ワークショップをここでしてみたいなっていうふうに思います。じゃあここからちょっと増村さんと木本さんにもちょっと参加していただいて、はい、まずはここに皆さん、これ見えるんですかね、この画面っていうのはモニターでご覧になれるんですか、あそれともここで見ますか。はい、あ今モニターで見れてます。見れてます。はい、見えてます。これ、うん、絵なんですけど、はい、はい、ちょっとオンラインで見てるので、うん、デジタル画像になりますが、うんうんうん、まあ、これあのコピーライトフリーの画像をここでお見せしてるんですけども、これ何が書かれてるかっていうのは、うん、花ですよね。はい、いくつお花が、いくつ、もう簡単に言っちゃいましたね、いくつ。そうですね、一個一個数えるとなんか頭が回りそうな。本当ですよね、たくさんすぎて、はい、でこのお花一種類ですか、うん、いやどうなん、パッと見ただけでも5種類ぐらいありそうですね。なんでその種類が分かりました。色の違いですかね。ね、色違いますよね、はい、あと木本さんどうですか、今5種類っていうお話ありましたけど、やっぱり木本さんもちょっと種類あるなと思います。いや、そう考えるともう100種類ぐらいありそうな気がしました、うん、一個一個違うんじゃないか、でもそれも一つ芯ですよね、同じ種類でも違うっていうことがありますから、で今まあその100種類ぐらいあるかなと思ったのも、やっぱり判断した理由っていうのは、何を、それぞれが違う形や色をしていると思ってしまうと本当に違うようにしか見えなくなって、見えなくなってくるっていう感じですね、はい、すごくやっぱり強い印象を与えますよね、はい、今すごくいい感じでこの作品に近づいてくださってるんですけど、一個じゃあちょっと掘り下げて伺いたいんですけど、じゃこれ誰が描いたかってお分かりになります。もしかしてお二人はアートにかなり近い方だから、もうこの状態でも分かるかも。なんかこの筆致見ると、筆致っておっしゃるね、はい、こうタッチですよね、タッチですね、はい、タッチ見るとなんかちょっと揺らいでる感じがゴッホっぽいかな、うんうん、え、何っぽい。ゴッホみたいだな。あ、ゴッホっぽい、うん、木本さん今のご発言どう思われます。揺らいでる、筆致からゴッホっぽいっていう。あ、それもあるんでしょうけど、あでも確かにそうですね、そのいわゆる、うん、少なくともルノワールではないってことが分かります。あ、なんかお二人ともね、やっぱりアートがお好きだからゴッホとかルノワールっていう二人の作家の名前が出る。ルノワールはじゃあどういうイメージを持ってらっしゃるんですか、木本さん。いや、私のイメージはもう本当になんかすごい柔らかな、こうルノワールですよね、ふんわかした、ほわんかした感じ、うんうん、でこっちはこれ実は寄ってみようかなと思って寄ったんですけど、うん、さっきやっぱり筆致がっておっしゃって、私も筆致、タッチ、ポイントだなと思って寄ってみたんです。あと絵の具の盛り上がりとかもちょっと見えるんですよね、結構厚い。なんかさっきルノワールの柔らかい感じっていうのとは違うようなことを見て、デジタル画像でもちょっと撮ってくださったっていう。じゃあこれ答え合わせができます。なんでかっていうと、その情報はあったので。知りたいですか。ぜひ知りたいですねこれ知りたくないっていうあの選択肢もあって、そういう人もいるんですよ、知らない方がいいですみたいな、うん、でもじゃ あいいですか、木本さんも見せちゃって。あ、じゃ あの知りたい方にすいません傾きます。これなんです。やった、正解だ。そうなんです、あのヴァン・ゴッホっていうね作家の
ブーケオブフラワーズインベースっていう、ただゴッホ自体はねイギリス人とかアメリカじゃないんでこれ英語になってますけど、なんでかっていうとこれメトロポリタン美術館っていうニューヨークにある美術館の、まあ、そこの美術館は全部の画像を今フリーで見せてくださっているのでこれをお借りできたんですけれども、まあ、このゴッホだったんです。で花瓶の中に花束が入ってる。でその花束の花っていうのはさっきおっしゃったみたいにたくさんの種類の花なんだってことが。でゴッホって言ってもしこの今レクチャーを聞いてくださっている方でさっきこの作品だけ見てうん誰かしらって思った方なんかもいらっしゃると思うんですけど、なんかゴッホって聞くと結構有名なひまわりの絵が頭に浮かんで、ちょっと今日は持ってこれてないんですけれども著作権の関係で、ああ見たことあるわとか、ああ知ってるとかって言ってかなり親しみをこの作品に持ってくださるようになるかなっていうふうな気がしてるんです。でこの親しみを持ってくださったお花の絵からちょっと私のコレクションの作品を2人に見ていただきたいなって思うのでちょっと立っていただいてよろしいですか。はい、あ、すみません。ここに今3点の作品を持ってきてるんですね。どれも私のコレクションなんです。でどれにもあでもこれなんかちょっと言ってよかったかなって思うんですけど、なんでかっていうとどれにも今花が変わってるんですって言おうとしちゃったんですけど、これちょっとデザイナーとしていまいちだったなって思ったんです。なんでかっていうと一番左側はもしかしたらそうで言わない方が良かったかもしれないのにって思う作品、うんうん、一番こっちですね、うんうん、これなんかはそんな花なんて言わなければわからなかったかもしれないのに、うん、うっかり私が情報を早く出しすぎてしまったので、うん、なんか先入観を与えてしまったかもしれない、うん、ごめんなさいっていう感じなんですけど、うん、ちょっと許してください。はい、はい、で今回、まあ、ここの花からこちらに、うんまあ、行くっていうことで、うん、これ2人の実はアーティストの作品なんですけど、うん、1と2なんですね。だから、うん、分かりますか。どれが2枚、1人の作家さんが2つ作ってるんですけど、うん、どういう組、どっちが誰でどっちが誰って分かります。では分かります。あ、じゃあ言ってください。左の2枚が同じ方です。でこっち側が別の人。いやまさにそうなんです。でもなんでそう思いました。いや単純にその絵の顔料が違うなっていうのがあったと。そうなんですよね。あとはそのやっぱり見た目ですかね。そのこう最初のインパクトみたいな。インパクトが、はい、これまた私が失敗しちゃったんですけど、言わなければもしかしたらこれとこれ同じ人だって思わなかったかもしれないんですけど、うん、どうですか増村さん。この2点はやっぱり同じ人だと言わなくても思いました。そうですね、やっぱりなんかこれは右がなんか日本画っぽいなっていう感じがして、今もうどんどん話が進んでいくんですけど、はい、日本画、そうなんです、はい、どうしてそう思われました。やっぱり、まあ、絵の具の違いっていうんですかね、なんか和風っぽい感じがするんですよね。あ、和風っぽい感じ、はいはい、これ絵の艶感、艶感が、うん、よく近くで見ていただくとすごく平面的って言います、平らに描かれてるんですよね、うん、でもすごく艶を感じる、うんうん、それは結構きらめく顔料を使っていたりしていて、うんうん、そこが多分艶を、うん、あと何回も何回も塗っているですね、うんうん、なので自然と艶が生まれるのかなと思うんですけれども、うんうん、これがそうなんです、うんうん、日本画で先ほど前撮っちゃってこちらは別の作家で、こっちは今度は実は絵じゃなくって写真になっているんですね、うんうんうん、だけれどもどちらも、まあ、花を描いていたり花を撮っていたりする。でこれどんどん実は話してはいけるんですけれども、ちょっと伺いたいんですが、例えばの話です。で今の時代別に男性女性と分ける必要もないんですけれども、例えばまあ男女っていうふうに考えた時に、増村さんはこちらの作家さんは。そうですね、やっぱりなんかこのなんですかね、色使いからすると女性っぽい感じがするんですよね。するかなって、これ本当に今難しいですよね、はい、こう自分の今
持っている女性性みたいなものとこの作品の情報を照らされてると思うんですけど、全然違う女性性を感じる人もいますよね。なので増村さんはそう思ったと、はい、じゃあ木本さん、こちらの写真の方はどうですか。希望としては女性なんですけど、ほうほう、おそらく男性な匂いがしてしまってます。面白い。その希望としてはってのはなぜそれを希望されるんですか。花の、まあ、写真を正面から見てるにもかかわらずぼやけていて、うん、確かに、でぼやけてるのがなんか苛立ってこうなんか引っかいてこんな絵になっちゃったみたいななんかイメージをしたときに、はい、線がありますよね。そうですね、うんうんうん、そんなことを女性がしている姿の方がなんか私はイメージしやすかったっていう。それも面白いあれですね、うん、女性のイメージっていうものとこの作品、うん、だけども男性なのかなと思ったっていうのは、あの左側 のロールシャッハみたいな。そうなんです、ね、これ、ちょうど線対称になっていて、はい、このロジックの構築はなんかあロジックちょっとなんか男臭さを感じてしまいました。ロジック男、これまた見てらっしゃる方、いやいやロジック男臭さ違うでしょって思う方普通にいらっしゃると思うし、私もどうかなって思うところもあるんですけれども、はい、今アート&ロジックの増村さんとしてはロジック感じられますか。ロジックというよりも私はこれパッと見た時に昔のあの永井豪先生の漫画のマジンガー Z に出てくる、はい、なんか魔界の敵みたいなですね、魔界の敵、なんか悪の象徴みたいな、悪の象徴、どこがここ 目に見えて顔がぐわっと開いてるような、あ、そういう方に見立てたってことなんですね。そうですね。あとスターウォーズでいうとなんとなくその ダースベイダーの親戚的な正義の味方ではないみたいな。いや面白い。私なんかどっちかというとこれセミの抜け殻とかやっぱりその生き物的に感じたので、うん、それすごく人に見えるとかって、うん、あのすごく、うん、あの共感するところで、同じ作家さんで作品、うん、放っていってもまた全然違うものが表現されてるんです、うん、これ答え合わせはできます、うん、したいですか。やっぱりしたいですよね。いや言っていいでしょ言ってください。じゃ今日はこれに関しては特にしたくしなくても大丈夫ないかなって、これ理由を全く伺ってなんでですかとかなんでですかってどんどん深掘りできるんですけど、うん、じゃあどっちかだけ伝えます、うん、はい、2人違う意見なんで、うん、じゃあどちらを知りたいですか。そうだな、やっぱりあのこっちですね、うんうん、こちらを知りたい、知りたいですね。こちらは女性の方なんです。あで日本画家、うん、日本人です、うん、まあ、でもそれ日本画家だから日本人っていうの も,、うん、もう最近は短絡的だことになっていて、ただまあそうなんです、うん、で実はこうやって聞いたんですけど、うん、私としてはこの2人を紹介したいっていう気持ちもあって、うん、今日はデザイナーで本当はお二人を優先したいんですが、うん、私の思いもちょっと出させてもらってもいいですか、うん、すいません、はいはい、こちらは菅薫さんっていう日本画家なんです。菅って草冠に官民の菅、はい、こちらは田中和人さん、うん、男性だった、うん、田中は田中、和人は平和の和に人って書く、うん、なので初めてご覧になりましたよね、うんうん、どうですか、好きな作品ありました、この中にこれ好きだなって思うのあります、うん、この3点だけなんですけど持って帰りたいとか。好き嫌いで言うと僕はあの菅薫さんですかね、が好きですか、はい、どこが、あの、まあ、この絵に関して言うとあのなんかその丸の中からこう花が出てきてふっと、うん、なんか井戸から古い井戸から頑張って花が出てきていて、その花がその美しければ美しいほどなんかこう何でしょう、見てられないというか神々しいというか、あ、神々しさそういうようなを感じるイメージがこう湧いてきたので、わかりました、うん、そういうふうに聞くとついこうしたくなっちゃうんですよね、うん、なんでかっていうと菅さんはこうやって描いてるので、うん、だから本当に覗き込んで、うんうん、あ確かに今おっしゃったみたいに井戸とか池とか、うん、でも丸だからねちょっと井戸っぽい、うんうん、それが立ち上がってきているんですけど、すごくよく感じ取られてるなって思いました。
増村さんあげないですけど、はい、もらえるとしたらもらえるとしたらもうこれですね。え、本当ですか、はい、え、なぜ、なんかあのポップなんですよね。ポップ、それはどこから、うん、なんかそのこのなんて鼻の上にこのぐちゅぐちゅっと書いたのがなんか弾ける感じが、あ、動きですね、動きがあるから、うん、まあ、部屋に飾ったらなんかなんとなくなんていうんですかね、元気が出そうっていうか気分が上がるような、明るくなるみたいな。最近やっぱりね、リモートワークが多いので、確かに、はい、それを上げていきたいなと。実はこの間ちょっと余談なんですけど、はい、授業で展示を作っていまして、うん、学生がこの作品を選んでくれて、うん、やっぱり日常生活の中にこれを持ち込みたいって言ってたんですね、はい、すごく今重なりました、うん、同じ作家さんでも違いますよね、うん、はい、そうですね、ありがとうございます、はい、まあ、このお二人についてもうちょっと深掘り、ぜひあの線は何なのかとか、うん、さっき引っかいてる、うん、今気分が上がる、全然違う、うん、本当にお話しか書いてないのか、うん、他何かやってるのかとか、うん、インターネットでぜひ調べたりしていただいて、うんうん、展覧会で見ていただけたらと思います、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。で、今回の鑑賞のデザインっていうのは、まあ、花っていうのをテーマにしてみようって思ったんですけれども、他にも過去と現在をつないでみたいな、うんうん、まあ、さっきのこのゴッホから現代の作家まで、そして国も渡ってみたいなとか、あと一つちょっと有名なアーティストを最初にご紹介すると、あの皆さんの中の何か心理的なバリアが下がるかもしれないっていうことで、でもとても素敵な作品だと思ったので持ってきたんですけど、そういった安心感でこういった未知の作品に入り込みやすくなるんじゃないかっていうことでのデザインで、やはりさまざまな作品に出会う楽しさとかワクワクする気持ち、まあ、比較することでよく見るってことを狙ってはいたんですけど、いかがでしたか？そうですね、やっぱり最初ゴッホの花が出てきて、そこから日本画があって、まあなんか写真の上にこういう線が描いてあるっていうのが、はい、同じ花っていうモチーフでも、まあね、昔のまあ、巨匠であるゴッホを描く花と、はい、その最近の若手のね、はい、方が同じ花なんだけど捉え方が違うなっていうのが、多分それ、ね、あのカメラが発明された技術っていうテクノロジーもあるし、日本画の絵の具の違いとかあるし、はい、まあいろいろ同じモチーフでも、まあ、人にとか時代によって見え方が、表現の仕方が変わるんだなっていうのが、なんかとても改めて身をもって感じましたね。あ、私は。君どうでした？あの割と対極的な表現だった。こっちは個人的に言うと、まあ、自分勝手に想像してなんか勝手なことを言うっていうのは意外と楽しいなと思いました、うん、あ、よかったです。でも楽しんでいただけたんだったら、はい、私のこのワクワクっていうのは一つ達成できたのかなって思うんです。で、鑑賞する時のアチチュードっていうことで、まあ、ここに、7点ぐらい挙げてるんですけれども、まあ、よく見るっていうこと、今してくださいましたよね。作品と対話をしてくださったと思います。そして自分の思ったことかことや感じたことを素直に受け止めていらっしゃる、自分とちゃんと対話をしている、これ内的な対話だと思います。そして第一印象だけじゃなくて第二、第三印象まで見出していただいた。で、その理由もちょっと伺い聞いたけども、考えて返してくださっている。で、経験や知識は、まあ、ちょっとお二人は終わりになる部分もあってましたけど、こちらのお二人のことは知らなかったですし、でも大丈夫だなっていう形でやってくださって、自分の価値観を見つめたり先入観を持たなかったり、そして自分の感じたことを言語化して共有して、他者、私たち3人の会話を作ってくださったっていう、これすごく素晴らしいアチチュードを今見せてくださったなって思います。で、反対に私はちょっと失敗もしちゃったんですけども、デザイナーとして、デザイナーのポイントとしては、まあ、鑑賞する方が自由に楽しく鑑賞できるようなプロセスと環境をやっぱり作らないといけない、まあ、それは鑑賞者を、まあ、よく見たり聞いたりしてどういう方なのかな、まあ、私はお二人をちょっと事前に知っていたので少し良かったんですけども、そうじゃない場合でもその場ですぐに特徴をつかんだり、あとよく待ってみる、何か考えてらっしゃるかな、見てるなっていう待つで、不安を感じているだったら取り除くようにする、そしてその鑑賞している方たちの感じや感覚、価値観を大切に尊重するってことが重要ですが、自分の感覚や価値観とか、さっきもちょっと紹介させてほしいんですって言っちゃったんですけれども、
そういったところも結構フランクに出していっていいんじゃないかっていうふうに思っている、ある種対等な関係なので、私自身デザイナーも一緒に楽しむってことが必要かなというふうに思ってます。でこうした鑑賞から得られることっていうことで、自分とは異なる価値観に出会ったり、自分と他者や外界との関係を感じたり、表面的な認識からさらに深掘りをしていったり、そして自分を知っていくっていうこと、これは私自身がその人間が本来持ってる、最初に言った世界が今、社会がどんどん変化していく中で感じる不安があるんですけども、そういう不安を払拭するようなある種の自立力、これを回復する機会を作品の鑑賞で作れるんじゃないかなって思うんです。それは知覚して情報を得て思考する力とか、わからないことを想像する力、そしてそこから創造的に生きていく力ってところにつながるんじゃないかというふうに考えています。でそういう思いから、こういった鑑賞ワークショップをもっと大きく捉まえてプロジェクトとして捉えていく、そしてアートの障壁を超えていきたいっていうところに入っていきたいんですけれども、ここで2つのそのプロジェクトをご紹介させてください。2014年、今から7年前ぐらいからここまで続けている赤ちゃんと美術館プロジェクトっていうプロジェクトがあります。これ先にちょっと、ちょっと説明しますね。国内の美術館ギャラリーと協力して、赤ちゃんなので1歳までです。なんですが、1、2ヶ月はさすがに早すぎるので、3ヶ月から12ヶ月の乳児、そして彼らを、運んで守ってくれる保護者、そして美術館の学芸員や作品を作るアーティストの方たちとも共同します。そして乳児と保護者がアート作品に出会って五感で情報を得る機会と環境を作る、随時行ってます。ただどのぐらいの長さやるかっていうと、これ最大45分です。これが0歳の人たちには、マックスっていうことを、経験の積み重ねで体得してきました。またやる時間は午前中が望ましい、午後だとちょっと疲れちゃったり眠くなっちゃったり赤ちゃんたちはするんです。でなんでこういうことをしているのかなんですけれども、この最初期の学び、赤ちゃんって昔は何も考えてない、もうある種生まれた生き物って思われた時代も昔はあったようですが、今の最新の研究では赤ちゃんはすごい勢いで学んでいる、要するに生きていかなければいけないので、さまざまな情報を取得していっている、そういう最初期の学びですね。一番最初の学びに美術館という社会教育機関、さっきそのアートは社会資源だって言ったんですけれども、それを持っている美術館が関わる機会を作りたいなっていうふうに思いました。また最初期の記憶にアートを挿入したいという野望もありまして、これはそうすることによって、覚えてないかもしれないんですけど、アートっていうものに親しみを感じて、これから先何もなかったらアートが孤立して消滅してしまうかもしれないっていうちょっと危惧がある、それを防ぎたいなと思ってます。こんなような感じで、これなんてもう全身で美術館見ちゃってるんですけども、赤ちゃん同士が出会うなんてこともあるんですけど、実際にやっぱり実はこの赤ちゃんの研究では動作の観察をしなければいけないので、動画で記録を取っています。そちらをちょっと見ていただこうと思います。動かないか。ちょっと一旦外しますね。それと。映ってますかね。じゃあこちらの動画をちょっとご覧になった方もいるかもしれないんですけれども、お見せします。これ岡本太郎の美術館で行った様子です。おっぱいとかおむつとか、おむつはおむつで
って出る向こう側に場所があるので、もし必要があるとしてもスタッフに声をかけてほしいんです。赤ちゃんはある種のものがどうも好きらしいってことが見えてきていたりする。でもそれは普段お父さんお母さんが接している赤ちゃんと美術家で来て何かあら違うわとか今日は何かこれに反応してるかもっていうあたりから見つけ出していっていただきたいなと思っていて、これ見ながら話しても大丈夫なんですかね。あの岡本太郎美術館は私がちょっとあの委員で関わらせていただいていることもありますし、やっぱ太郎さんの作品が実は赤ちゃんが大好きな要素をたくさん持ってるんですね。色、形、原色、立体、飛び出る。で実は赤ちゃんは顔が大好きなんです。なもんでもう指差し始めてる、これ多分9ヶ月10ヶ月ぐらいだと思うんですけれども、教えてくれるんですね。すごく反応します、うん、あのこの映像を見て思い出したんですけど、はい、岡本太郎が生前、うん、あの結構小学生向けに今でいうワークショップすごいたくさんやってたんですよね。おで、まあ、たまたま僕の父親がもう他界して7年経つんですけど、岡本太郎と親しくさせていただいて、私父親が某、小学校で美術を教えた時期があって、うんうん、はい、そこに岡本太郎から連絡があって、はい、今小学校の生徒を教えてるんだったらちょっと小学校とへのワークショップやりたいから集めてくれって言って、へその頃も岡本太郎スーパースターの時だったので、はい、もう保護者がぐわっと来てしまって、それは知らなかった。やっぱり岡本太郎自身もやっぱりいろんな知識のある人間が頭で考えるんじゃなくて小学生に見てほしいっていうの で小学生が岡本太郎と一緒に作品作ってたりしてたんですよ。ああ、だから多分赤ちゃんが見るのを見たら、うん、まあ、そりゃそうだろうって言ってくれると思うんですよ、うん、そうですね、はい、いやそれがねすごいつながってるのが、あ僕は父親から聞いた話とすごく似てて今結構個人的に感動してます。そう、ありがとうございます、はい、やっぱりこれはもう学芸員の方たちのご協力あってなんですけれども、うんうん、まあ、この辺の作品は触ることもできるので必ずまあ世界を触覚で確認するように叩いたりとか、でもあの視力も急速に発展しているのでよく見てます。美術館はなかなかやっぱり小さいお子さん連れて来れないという方が、これさっきお話しした PDC の C をちょっとやろうとしているところでアンケートを書いていただいてます。これが赤ちゃんと美術館の様子でして、さっきお話ししましたようにあの岡本太郎さんの作品っていうのは本当に赤ちゃんが好きな要素がもうふんだんに盛り込まれているんです。それを彼はあの意識して制作したわけではないと思うんですけれども、ただその表現にはそれが入っていて、で彼が亡くなった後でもこうやって赤ちゃんたちにあの学びの刺激を与えてくれているっていう、そういった場を作るデザインを、まあ、するべきだろうっていうかしたいなって思って、でそれに賛同してくださる学芸員さんが全国にいらっしゃって、でそれでずっと続けております。まあコロナなんですけれども、コロナ禍の中でも今あの群馬の太田の美術館でもしましょうとか、この間豊中市でオンラインでやったりとか、まあ、なんとかいろいろな形で続けているプロジェクトです。そしてもう一つがこの保育園美術館プロジェクト、こちらをちょっとご紹介したくて、これなんでかって言いますと、美術館に行ける人はいいよねっていうところから始まってるんです。これ別に嫌味で言ってるんじゃなくって、本当にあのさっき言った家庭環境で行ってみようっていうお父さんお母さんとか、近くにあるから行こうとか、ちょっと余裕ができたから行こうとかじゃない場合の方が実は大きいかなって思ってまして、だけど
小さい人とアートをつなげるっていうデザインをするとしたら何かできないかって思ったのが発端です。日常生活の中でアートを取り入れたいっていうふうに思いました。なのでそこでどこに着目したらいいかなと思った時に、家庭以外で小さい人が長い時間を過ごすのは保育園かなと。で幼稚園でもいいんですけれども、保育園の方が年代層が結構広い、0歳から6歳で、これは私のかつてのゼミ生が岡さんっていうんですけど、やってくれた実は卒業研究が発想のベースになっていて、彼女が保育園美術館っていうのをやった、それをプロジェクト化させてもらったみたいな、そういったところがあります。これも今コロナでちょっと止まってるんですが、定点観測的にこうやって、これは羽村の青空保育園っていうところと共同研究として行っているんですけれども、子どもたちに作品をこう見てもらって選んでもらって一緒に展示をしていくと、で日常の中に作品が普通にあるっていう、そういう環境を作る。時にはアーティストが作品を持ってきてしまう、出会う、触る、ご飯をあげちゃうみたいな。この子はこの時1歳でした。でこれがちょっと動画なので見てください。あれとかああいう忍者物の上は出てくるので、戦隊の忍者とかにも多分絵巻きを多分口に加える子供が出てくるかもしれない。確かに。でも誰かなんか大事だよって授業見てたら、ね、もしかすると応援してくれたら嬉しいかな。これは保育園が0歳から6歳までなんですけど、今行くお部屋は年中さんで4歳から5歳。あ、でもう実は作品を展示して日常的に作品に接してる子たちなんです。ちょっと暗い感じ。おはようございます。今日はいいお天気。今いらっしゃった方が園長先生なんですけど、この間あの絵を描いたなんかおじさん、来なかった？来たね。一緒に遊んだりした？なんかね、楽しかったんだって。みんなと遊んで、あの人は京都っていうところから来たんだけど、京都って聞いたことある？あニュースで聞いたことがある。4歳5歳なんですけど、方向的に言うとこっちか、こっちの方にある京都ってところから来たんだけど、この間来てみんなと一緒に遊んでとても楽しかったので、新しい絵をみんなに2つあげたいそうなんだけど、どうする？見る？ここに持ってるんだよね。これ裏です。じゃあ表を見せますね。どっちが先に見たいですか？青。こっち？青。あ、分かっちゃったもんね。少し青っぽいもんね。じゃあ見せる。よく見てるんですよ。あ、おお、すごい綺麗。はい、綺麗。綺麗。赤は赤い。綺麗だね。なんかね、たちの虹色の綺麗。めちゃくちゃ綺麗。素晴らしい。素晴らしい。虹で作品作ってる。じゃあこっちケアだね。じゃあこれはもういいかな、見なくて。見たい。じゃあ見る？なんか常にこう欲望を喚起するようにしてまして。赤っぽい。じゃあ行きます。かっこいい。彼らが持ってるボキャブラリーでいろんなことを伝えようとしてくれるんですよ。普段はあんまりできない。なんでかっていうと壊れちゃったりするから。だけどこれってほらツルツルでしょ。ちょっと触ってみたくない？すぐ手が出るじゃん。普段はで、あのおじさん、中屋敷さんっていう人がみんなにこれを預けますって言ってたから、ちょっと触らせてもらいましょう。じ
じゃあどっちが触りたいか決めてください。青か茶色か、どっちか。みんな一人一個決めていいからね。じゃあこっちからいきます。どっちがいい？はい、じゃあ触ってみる。優しく。お、どうだった？ねえ、どっちがいい？あ、つるつるだ。じゃあまずこっちに。はい、どっちがいい？お、さん、もうツルツル。どっちがいい？はい、どうぞ。ツルツル。やっぱりこれも情報を得て、その自分の好みと照らして選んで。じゃあ、こっち。そこさえ。じゃあ、どっちがいいですか？はい、どうぞ。このあたりはちょっと続くので。喜んで。まあ、名前がないね、まだね。青さんと茶色さんとカメに名前をつけてるよね。では最後の質問です。この2つの絵を、何組さんです？花組さんのお部屋に置いていくか持って帰るか、どっちがいいですか？持って帰る。でも持って帰っていいって言うんですよ。置いてった方がいい人、持って帰った方がいい人。あ、持って帰った方が多いね。じゃあこれでさようならって、いう感じでいいですか？面白いです。お部屋に置かなくていい？うん、他のお友達のお部屋に行っちゃっていい？他に取られると嫌だっていう欲望があるらしくって。なるほどなるほど。人のとこ行くだったらうちにいるみたいな。人がいたら置いていこうかと思います。じゃあもう一回行きます。じゃあ置いていってほしい人いますか？あ、いましたね。じゃあ、置いて、今回は置いてってほしい人がいるから置いていこうと思います。じゃあ、置いてってほしいと思う人はどこに置いたらいいかな？これもう何点か飾ってあるんですけど。一個持って帰っていいよ。確かにね。うん、あるよ。結構厳しいんですよ。厳しいですね。厳しいですよ。うんうんとか言って。あ、それだね。これがいい。これはこれと交換していい。うん。一人しか。奥にいる人はアーティスト、別のアーティストなんですけど、はい、なんかうってなってて。話したいって言って、それ何か分かんなかったんですけど、いつも話してたらしいんです。なるほど。はい、先生が教えてくれて。お話ししたいな、困るんでしょ。困るってこと？いてほしいってこと？これと。どこで話す？どこに置いたらいいかしら。まあ、こんな感じでなるんですけど、まあ、こういった形でその保育園の子どもたちが作品に自然に触れていって、自分の好きなものとか嫌いなものを見出していきながらアートを自分の生活に入れていくみたいなことをやっています。まあ、この2つのプロジェクトが結構重要で、最後ちょっと伸びちゃって申し訳なかったんですけれども、まあ、自分がデザイナーとしてミッションとビジョンを持っているとすれば何かなと思った時に、やっぱりアートの領域を拡張していきたいなって思ってます。うん、今まで既存のやっぱりさっき言った専門的なことを知っている人とかだけじゃなくて、本当に何か初めて出会ったものに好奇心を持つような人で十分 OK だし、誰がつなぐかって言った時に、最初に1994年の手書きの棒人間で親御さんとか先生とかあったんですけど、本当にそういうような学芸員さんとかだけでなくって、誰でもつなげるよとか、あと美術館とかギャラリーのようなアートのための場所じゃなくってだけじゃなくって、それ以外のところでもいいよ、学校、家庭とかっていうようなことを考えていきたいと思ってます。で、やっぱりその創造する力とかを育んだり、まあ、回復していきたいなと思っていて、
まあ、この5つの力ですかね、今考えているのは、あの二次情報だけじゃなくて一次情報、そのさっき言った造形的な非言語の情報ですけれども、そういったものを獲得する力、五感を駆使しよう、分からないことを楽しんでいく力とか、想像することを楽しむとか、好奇心を自由に発動させるとか、で自分が得た情報を自分のものだけにしないで共有していくとか、そういう力を、まあ、アートの鑑賞から育んだり、あと忘れていた力を回復したりしたいなと思ってます。で最後なんですけど、その生活の中にアートっていうことで、私も自分の家に実はアート作品をちょっとだけ飾っていて、下に猫もいるんですけど、この猫の肖像画がこれなんですね。でこっち側にはこの2つのアヒル、これよくあるプラスチックのおもちゃなんですけど、これうちの夫が好きで、で実は頼んで描いてもらいました。でこの頼んで描いてもらったってことで、あ、このアーティストさんは頼むと描いてくれるんだって分かったんです。なので自分のゼミの卒業生の結婚祝いに描いてくれないって作ってくれないって言ったら、これ作ってくれたんです。これメジロっていう鳥でつがいになるからって言って、アーティストがモチーフを決めて作ってくれたんです。でそれをフェイスブックにアップしたら、アメリカのボストンに住んでるカール・ヒューシュマンっていう友達が反応してきて、いいねこれって言って、でやっぱり飾ってるんですよね、お家に作品を。なのであげたいなって私思って、もう一回頼んだんです、この人に。これ出ちゃったんです、北島雄介さんっていう、ただこれを作ってくれたんです。これもお見せして最後にしようと思うんですけど、これなんですね。さっきのつぐみにも似てるんですけれども、これアメリカのボストンでよく見られる鳥で、これもアーティストの北島さんが提案してくれたんですけど、これモノタイプっていう油絵の具の版画なんです。あのこのサイズちょうどお家に飾りやすくって、これがこれから私このレクチャーが終わった後に航空便でアメリカに送って、彼のお家にこれが飾られてつながるみたいな、これもことのデザインだなっていうふうに思っている。そんなところで生活の中にアートを入れていくところまで、あの赤ちゃんと美術館、保育園美術館でやっていきたいなっていうのが自分のビジョンであります。長くなっちゃったんですけど、今日はここまでにさせていただきます。ありがとうございました。杉田先生ありがとうございました。質問が、はい、はい、はい、20歳女性、音楽大学に通っているものです。本日はありがとうございました、私は将来音楽を社会とつなげられるようになりたいと考えております、しかし、音楽も美術と同様社会とつながっている感覚やそのまま感じる機会は、私の義務教育時代を振り返ってもさらに少なくなっていると感じています、美術と音楽では視覚芸術と、時間芸術とで違いはありますが、アートの視点から見て皆さんは音楽に対してはどう思われますかということでございます。あ、私は実はアートよりも音楽に近しく生きてきたので、今のご質問を受けてアートよりも音楽の方がずっと私たちの生活に身近じゃないかなっていうふうになんかすぐ思ってしまったんですね。でもしかしてそのご質問をくださった方は音楽を学んでいるって、そうですね、今音楽大学に通ってらっしゃる、もしかしたらクラシック音楽のことをおっしゃってるのかもしれないなって思いました。で私もクラシック音楽がすごく好きなので、どう答えていいかな、増村さんどうですかね。はい、いや実は僕もですね、音楽好きで、僕はジャズが、好きなんですけれども、実は杉浦さんワークショップやってるように、私も実はですね、音楽とアートの交差するワークショップを実はやってまして、どういうことかってやってると、僕はちょっと杉浦さんとタイプ違ってて、こういう現代アートを見て言語化して題名をタイトルをつけましょうっていうワークショップ、それも結構やったりします。あ、同じですね、はい、それとあとプラスアルファで僕もちょっと楽器やってますんで、コード進行を弾いてそのコードに対して言語化してください。あ、言語化する。で例えばボサノバっぽいちょっとおしゃれな、タッ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 っていうと、みんな必ず絶対になんか昼下がりのおしゃれなカフェとか海外沿いのカフェとか言うんですよね、はい、でちょっとオープンコードでちょっとフォークっぽい、昭和のフォークっぽいコード聞くと
なんか4畳半の下宿の貧乏学生とか、はい、結構あの月浦さんもそうだと思いますけど、うん、芸術の領域って絵も音楽も多分なんかそのアウトプットがミュージシャンの方は音楽で出てますし、うん、アーティストの方はそれが絵とかで出てますし、うん、基本的にはアウトプットが違いがされ多分アーツっていう意味で全部同じだと思いますので、うんうん、なんかぜひとも、この、音大に通っているメイさんも、ちょっといろいろご自身でですね、うん、卒業してから何かつなぐ場を作ってみたらどうかな、うんね、って思って、はい、私は時々その音楽を聴いて絵を描くってことをしたりとか、うん、音楽を聴いて色を選ぶだけとか、うん、匂いを選ぶとかっていうだけのこともしたりしていたりするので、うん、なんかちょっとしたそのつなぐことをなんか始めてみてその、うん、やってみたらどうかなっていうのはちょっと思ってしまいました、うんうんうん、はい、私は参加したいですので、うん、なんか教えてくれたら嬉しいです。そうですね、はい、僕もぜひとも参加したいです。はい、はい、もう一件あります。本日は貴重なお話をありがとうございました。現在明治大学2年に在学しているものです、うん、美術の幼児教育に興味があり大学院では美大に進学したいと考えております。また今回子どもたちとのやり取りの動画を見て非常に感動したのですが、杉浦先生のこのような活動を実際に見学させていただくことはできますでしょうか。いや、すごく嬉しいっていうかそういう方も来てくださってるんだなっていうのが全然ここだとわからないんですごく嬉しいんですけど、見学していただくことは随時やっているプログラムなのでタイミングさえ合えば見学していただけます。さっき私がウェブサイトをご紹介したんですけど大学のそこに私のページがありましてそこの中にメールアドレスがあるのでそのメールアドレスからぜひ連絡を送っていただけたらと思うんですけれどもいかがでしょうか。いかがでしょうかって言ってわからないかな、はい、ここですね。ここにメールアドレスがあるのでよかったらぜひご連絡いただければと思います。はい、あとさっきの赤ちゃんと美術館のパンフレットとかあるんですけども、うん、そういうのももし欲しいわっていう方がいらっしゃったら、うん、お送りできるので、うん、そういうことがあれば、うん、メールを送っていただければと思います。あとすいませんちょっと付け加えてですね実はですね、明治大学の学生さんということで、実は明治大学の経営学部の中にアート思考研究所っていうのがありまして、実は私もそこの幹事になってるんですけれども、そうです、実は明治大学の、そうですね、経営学部の中にアートの思考をビジネスに経営にどう生かすかっていうのがあって、それは大学院に併設されているんですけども、うん、もし多分、明治大学の先生がやってるのでぜひとも、アート思考研究会で、これですか。そうですね、それですね、それ明治大学の中に、ありますのでぜひとも、明大の学生さんでしたら講演会とかも、月1回これですねこれやってますんで、そうですか、はい、ぜひとも、はい、いや私も勉強不足で初めて何回か増村さんとお話ししてるけど、はい、この件は聞いてなかったん で、これもちょっと、はい、関わらさせていただいてまして、ぜひ明治大学だったらね、はい、これをあとむさびにも、うん、ぜひ遊びに来てください、はい、コロナが落ち着いたら。そうですね、はい、はいはいはい、3つ目最後になります。京橋は好きなエリアですが子どもさんたちの人口近隣の方はどうなのでしょうか。何かお子さん向けでここでコラボができると良いですね、という感想でございます。どうですかね、京橋細工さんで子どもさん向けの、はい、でもそれはもう考えて、うん、ターゲットとしてすごく考えてらっしゃるんじゃないんですか。まあ、京橋細工自体は全ての方にこう門戸を広げていくっていうところもありますので、そういったあとアーティゾン美術館が、ね、ここにあったりとか、はいはい、可能性としてはあるかと思います。まあ、それ以外にも文化施設とかあとこの場所が持ってる土地性にも骨董とかいろいろなアートとの関係もあると思うので多分きっとやっていかれると思いますし、はい、何かご一緒できたらいいなとも思ったりはします、うん、はい。と言ってる間にもう一個来ちゃいましたけど、はい、ちょっと今日は若干オーバーしちゃって大丈夫ですかね皆様。はい、あと1分ぐらい、はい、あと1分ぐらい大丈夫です、
はい、本日は貴重なお話ありがとうございました。赤ちゃん子どもたち向けのワークショップの快活な、反応に思わず微笑んでしまいました。私は西洋美術史、修士号取得後一般企業に入社し、企業におけるノベーション創出におけるアート鑑賞の役割について考えています。杉浦さんみたいなことです、ね、素晴らしいですね。子ども向けの教育効果についてはすでにある程度実証されていると思いますが、大人向け特にビジネスマン向けの教育プログラムはあるのでしょうか。これはでも、ね、ちょうど増村さんとも今何かしたいですね、はい、そうですね、実はですね、はい、今ちょうど杉浦さんとちょっとビジネスマン向けに結局今話したようにアーティストのやっぱ視点を新規事業に取り入れたりすることで、うん、企業向けになんかお役に立つことしたいねっていうのをちょっとまさに、やってるところですので、うん、ご期待いただければと思ってます。さっき私の優先順位の中に本当は社会人っていう人が入ってはいたんですけれども、今ちょっと本当に時間が切迫してきて赤ちゃんと保育園にかなり注力してるんですけど、働いてる方たちにアートをやっぱり取り入れてもらうっていうのは子どもたちへの影響もすごく大きいので、とてもいい励ましをいただいたなっていう気がします。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。なんか先ほどの明治大学の方からありがとうございますというお礼が来ております、はい、はい、ぜひとも、はいはい、どちらも待ってます。はい、どちらも待ってますまだいろいろ質問というか感想来ているんですが、はい、まあ、お時間もなりましたので、はい、また、次の機会にということで、はいはい、今日はありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございました。あと最後に私の、ね、次の回のだけちょっと紹介させていただきまして、はい、9月の15日、伝統工芸やアートを暮らしに、好きなものに囲まれた暮らしということで、空間デザインスタジオストレイル主催の佐藤由美子さん、あと前坂先天堂、これは骨董通り、こちら京橋、日本橋の、にあります、古美術の、お店の方ですが、前坂則之さん、お二人に、この伝統工芸アート暮らしに好きなものに囲まれた暮らしということでお話を伺うと思います。皆様ご期待ください。終了後のアンケートもまたご協力お願いできればと思います。はい、それでは改めまして今日は、杉浦さん、松村さんありがとうございました、はい、ありがとうございました。